てきたのは浅草雷門のすぐ目の前、シーフードレストラン月見荘。創業68年の歴史を持つ名店です。こちらの自慢のステーキとは？こちらアワビのステーキでございます。どうも召し上がってください。うわー、豪華ですね。アワビをステーキにしちゃったんですか？そう、こちらのお店でいただけるのはアワビのステーキ。もう磯の香りが漂ってきます ね、 そうですね、はい、どうぞ。こちらがおソースになっておりますよ。うわソースがたっぷりかかりました。肝でできたおソースです。アワビの肝で、肝でできたおソースですか、はい、アワビの旨味を凝縮させたこだわりの特製肝ソースをかけていただきます。楽しみですね。このアワビは三陸のアワビをと用いて使っております。三陸産ですか、はい、なんとも言えない歯ごたえとですね。うわ、口の中いっぱいにその香りが広がりますね。もう跳ね返ってくるような弾力ですよね。おいしい。リアス式海岸の荒波に揉まれ極上のアワビが育つことで知られる岩手県の太平洋側に広がる三陸海岸。その栄養分も豊富な海で採れたアワビにこだわり、中でも火を通すと身が柔らかくなるという赤アワビを使用しています。調理は至ってシンプル。包丁を入れてバターでソテーするだけ。素材の段階で料理の8割は終わっているんだとシェフは言います。さらに磯の旨味をたっぷりと凝縮させたアワビの肝、アワビステーキの付け合わせとして調理されます。厨房で腕を振るう料理長の新田屋さんは、もともとホテル大倉に在籍していたカリスマシェフ。その味を求め今でも多くのファンがこちらのお店に詰めかけているんだそうです。やはりお刺身にして召し上がるということが多いわけですけども、はい、そのアワビの美味しさ、それから食感のちょっとこう硬さっていうものを、うん、ステーキにすることによってもう少しこう柔らかくして、美味しさをその封じ込めるというのか。特に新田屋さんがこだわるのが肝のソース。その名の通りこのソースの出来がステーキの味を左右するんだそうです。この肝のソースで何個分くらいのアワビを使ってますか？そうですね、これでしたらやっぱり20個近くは使うつもりで使いますね。一人前のソースに使うアワビの肝はなんと20個分。長年の経験と熟練の腕で磨き上げた濃縮ソースはまさに秘伝の味わいです。もともとは千葉の漁師料理からヒントを得て開発したんだそうです。こちらの店内にイケスがありましたけれども、はい、このアワビは先ほどのイケスから、お客様からご注文いただいた時に、はい、いけすの中から取ってすぐに調理場の中で、調理に取り掛かるというようになっております。そうですか、はい、こだわりのシーフードレストランだけにいけすの中には毎日新鮮な食材が取り揃えられています。いけすの中に長い間いますとどうしても餌をあげるっていうことがないですから、はい、どうしても痩せてきますので、それもやはりあまりたくさん池の中に入れるんではなしに、毎日毎日、取り寄せて、痩せることのないように、アワビを管理しています。このような徹底した池す管理もこちらのお店の美味しさの秘密。池すの中で何日も保管するのではなく、その日に必要な量だけを仕入れ、新鮮なうちに調理するのが大切なんだそうです。こちらのお店、有名な方もいらっしゃるとか。おかげさまで、はい、ま、先日も、鳩山前総理もご夫妻で来ていただきました、はい、あ、そうですか、はい、このクラシカルでちょっとモダンな雰囲気も、はい、なんだかしっくりきますね。自慢のアワビのステーキの他にも新鮮な旬の魚を使った和風仕立てのカルパッチョや、優しい口当たりが魅力の
エビとホタテ貝の洋風牛、キノコ添えなど、前菜からデザートに至るまで旬の海の味わいをとことん楽しませてくれるコースになっています。さらに11月までの限定新メニューとして、本日から季節の特選コースも登場。こちらも豪華です。これから秋を迎え、海の幸がますます美味しくなる季節、一年に一度の大切な記念日にぜひ訪れてみたいお店です。アワビ丸ごとのステーキ。そうなんです。もう最後はアワビのステーキで締めさせていただきましたけれども。硬くないんですか？硬くないんですよ。熱を入れることに適している赤アワビというのを使っていまして、これは蒸したりソテーしたりしても硬くならないんです。非常に弾力がある柔らかいアワビなんですよ。食べやすいですし、もう磯の香りが本当に満喫できますので、これはおすすめですね。でソースが、はい、肝のソース。はい。1人前作るのに20個分の肝がいるんですけど、数がどうしても足りなくなりますので、肝だけを仕入れてソースを作っているんですね。なるほど、はい、もう今回のお店はどのお店も甲乙つけがたいお店ですので、ぜひ記念日に一度は訪れていただきたいなと思います。ね、どれも豪華なお料理だったので、はい、自分もねゴージャスに着飾っていきたいですよね。そう、身につけるものが変わると記念日だなっていう実感がしますよね。そうなんですよ。でゴージャスに着飾ってお出かけするときにはアクセサリーも大切だと思うんですよね。そこで今日のショッピング場